てくれてありがとうございます。探検発見ホット犬のうちです。楽しい鳥見されていますか？今日はですね、明石のため池でヨシヨイを見ようと思いましてね、行った記録をご紹介します。まあ、昨年の例でいきますと、繁殖は8月ぐらいだったんですね。ですので他の野鳥より遅いんですけどね、小さなため池にですね、もう本当に目立てられて残っているため池にオオヨシキリがですね、かなりいましたね。餌が多いんですよね。やっぱり食べ物がなければそこにいませんよね。そして安全な場所、だからこれ以上埋め立てられると安全な場所でなくなるので、ギリギリな感じがしますね。もう本当にこのちょっと向こう行くと建物がありますからね。チョウトンボがいましたね。ちょこちょこ飛んでいましたね。6月22日のことですが、カイツブリもいました。ここではね、ヨシゴイだけじゃなくてカイツブリとかバンの繁殖活動も以前見てますんでね、6月22日今年はどうかなというふうに思ってやってきたわけですね。明石は本当にたくさんのため池があって、たとえここを埋め立てられてもどうにか別のため池で命をつなぐのかな。ただため池の多くはですね、護岸がですね、コンクリート化されてね、こういう茂みを残しているところ意外と少ないんですね。だからため池が多くても難儀するでしょうね。これね、カイツブリ、この浮き巣がありましてね、そこにカイツブリのヒナが4羽ぐらいいましたね。ここでやはり今年も繁殖してるんですね。6月22日です。まあ、今日6月22日はね、この後慌ててですね、まあ明石の隣神戸ですんでね、舞妓に行きましてね、小アジサシ見たんですけどね、親がやってきました。まだね、なんか巣をですね、補修してるような感じですね。葉っぱをいっぱい持ってきましてね、そして周りに小さなヒナが4羽いますね。で、真ん中に座りまして、で、巣を補修して、忙しいですよね。立派だわ。そして補修も終われば真ん中に座ってですね、安心なのでしょうね。周りにヒナが寄り添ってました。もうヒナはね、なんか白黄色っぽいなんかストライプがですね、背中とか頭なんかについてますね。で、バンもいましたね。バンも子育てで、もうね、なんか1羽しかいないので他どうなったかちょっと心配なんですけども、
晩のひなというかひなはだいぶ大きくなってましてね、親の後をついていってましたね。もう1羽2羽ぐらいではいたんですけどね。2羽か1羽か、もう一つの1羽は別のヒナなのかもしれませんが、結構重行動してるんですね。このヒナだけがもう一生懸命ベタッとついてきてましたね。まあヒナ同士も卵が、ね、孵化するのにタイムラグがありますからね。このようにバンとカイツブリ子育て中を見ることができて、気持ちを和ませることができましてね。そしていよいよヨシゴイはどうかな、その、ね、向こうから飛んできたんですよ。飛ぶとですね、翼の先っちょが黒に見えるのが分かるんですね。そのね、ずっとね、翼の端っこは黒っぽくて飛んできたんですね。そしてまあもうバーダーがいなくてですね、私と本当にあの若い女の方ね、あのお子さんを連れた若い女の方が笑いで、2人、まあ お子さんいると人数多いですけどね、あの若い女の子と私と2人だけで見てましたらね、ここに入ったんですね。ちらっと見えるんですね。このねヨシゴイというのは小さくてですね、あのアオサギとかダイサギとかコサギとかよく見られるサギ、そのサギの仲間で日本で見られる中では一番小さいんですね。よかった、今年もね、あの6月22日見ることができました。これ夏鳥なんですね。コサギとかオオサギは、まあ個体そのものは寒いのは嫌いなので南に行ったりとか、いろいろあるでしょうけども、一応種としては、一年中見られますね。このヨシゴイは夏鳥で日本で繁殖しまして、そして冬寒いのはちょっと耐えられないみたいで東南アジアで越冬するわけですね。だから夏鳥という括りになるわけです。今年もいましたね。頭が少し青く見えますが、こういうのでメスとかね、そういう判断ができるわけですが、こうね、結構目の前まで飛んできてくれまして、昨年も一緒ですね、目の前に飛んできてくれまして、6月22日ですね、この辺りで 2,3 人バーダーが増えましたね。手前のところでね、このアシャラの中に入っていったんですね。で水面のあたりでじっとしてですね、なんか獲物を狙うんですね。こう獲物を狙ってるんですね。なんか取るかなという感じですが、これ、ね、本当にね、慣れないとどこにいるのかわからないですよ。小さい魚もですね、
こうじっとしていたら気づかずに水面に浮かんできてちょこちょこ移動するんですね。それをパクッといくんですね。なんか食べましたね。エビなんかもですね、多いですよね、こういうとこね。沼エビとかスジエビとかですね、ザリガニの、アメリカザリガニの子供とかですね、小さいのがいっぱいいますん で小魚もいますよね。ですのでここへ来る理由はそういう小魚、こういう小さい獲物がたくさんあるんでしょう。こうやって中でですね、今年も見るのを見ることができました。嬉しいですね。今度来るのは8月ぐらいに、繁殖期にですね、一生懸命子育てをしている、あるいは9月頭ぐらいに昨年は若鳥の幼鳥も見ましたんでね、そういうのを楽しみにできましたね。こうやって繁殖しているのを見られた、楽しみが増えました。これ以上奥に入られるとですね、もう見えなくなりますね。どんどん入っていったんですね。一旦入るとですね、この今の仕草でしょ。でそれをだからほんの50センチぐらい移動するのにまあ10分とかかかるわけですから、この中で10メートル20メートル移動してまた元の場所に戻ってくる、2、3時間かかりそうですよね。で6月22日はですね、まあ、風も強かったんですけれども、昼から雨が降ると、もうそろそろ梅雨の本格化するという日なんですね、予報では。だからもう一箇所、小アジサシが以前言った卵がありましたけどね、それが卵はですね、ひなに変わってないか、それを見に行くというのもありますんでね、まあ見れただけでよかったなという感じで嬉しいです。見てくれてありがとうございます。明石のため池でヨシゴイを見ることができました。そして可愛らしいバン、カイツブリの子育て、ヒナを見ることができました。楽しかったですね。これからもよろしくお願いします。